はい、おはようございます。なぎのりかこです。本当暑い。冷房つけました。着服着たら暑いんだけど。見て、このストロー。アルミでできてて、飲む瞬間にさらに冷たくなるストローなの。やばくね。はい、ペロリンチョ。スキンケアしながら喋っていくんですけど、パック終わったら、シェービングで顔の産毛を剃ります。産毛なくさないと全然顔の明るさとかさ、化粧のノリも違うし。で、スキンケア入っていきます。スキンケア動画撮ってくださいみたいなコメントがあった気がするんで、すっごい思うんですけれど、トラブルが起きた、乾燥が起きた、リカバリーのためにスキンケアをする人ってすごい多いなと思ってて、それをする前にそもそも荒れないようにするっていうか、乾燥しないようにするっていうか、肌とか体に悪いものを取らないようにするっていう方のが早いと思います。スキンケアって言うとめっちゃ化粧品とか、私がしてるスキンケアは冬になったらお酒を飲まないとか、ちゃんと野菜を食べる、お水をたくさん飲む、ジャンクフード食べない、油物食べない、部屋をちゃんと綺麗にして加湿器つけるとか、そういうことをしか気使わないかもしれないですね。特に冬に特別ケアをするって言ったら、そういうインナーケア、冬に特別に化粧水を変えたりとかはしないですね。あとスチーマーとかもめっちゃいいけど、スチーマーがないとダメな肌になる。毎日スチーマーやる時間があれば別にいいと思うけど、私はスチーマーはやんないかな。基本それがなくても、水をいつも1リットルぐらいしか飲まないんだったら2リットルにするとか、体の中に入れる水の質を良くするとか、そういうこうインナーケアを増やした方のが効果出ると思います。まあ水飲まないんだったら白湯とかお茶とかお酒とかは体内の水分を吸っちゃうので、私の場合は確かにその肌とかもあるけど、喉を痛めたりしたくないので、冬になるとめっちゃ禁酒します。だけ食べたい、ご飯とか食べるためにさ、あ、これは赤ワインが合いそうね、これは日本酒が合いそうねって毎日思うんだけど、普通に水しか飲みません。最近買ったヒルドイドのオールインワンのクリームですね。薄く塗り伸ばすようにしてます。まあ本当はカネボウのデイクリームがいいんだけどね。こんな感じの私のスキンケアなので、特に参考になるかわかりません。寒いのが苦手な人とかってやっぱりもうそれだけでストレスが溜まっちゃうと思うので、それだけでビタミン C が破壊されていくっていう風に思った方がいいと思うので、フルーツも食べるし、大量のビタミンも飲むし、どうしても例えば飲みの席とかでお酒飲まなくちゃいけないみたいな話になったら、例えば一杯のワインこれだけ飲んだら、その2倍のお水を飲むようにしてください。はい。で、お茶とかも、茶葉が入ってるので、もう吸っちゃうのでね、茶葉が。お茶を飲むときも、これだけお茶を飲んだら、その2倍水を飲むようにしてください。結局、後々のこと考えて、お茶とかお酒とか飲むと、もうその分また水いっぱい飲まなきゃいけなくなるなっていう風になるから、もうめんどくさくなって飲まなくなると思います。真面目に続けてればね。はい。じゃあ今日は、秋の Get Ready With Me。最近スタイル、ガチな秋メイクをしていきたいと思います。UV カット。支給品でもらったシミウスの UV カットで、潤っている感じがするんで、で刺激のね、ズをこうつけていって、いつも動画の時とかはこのディオール使うんだけど、高いんでポール&ジョーのプライマー01番使います。下地塗って、まあ正直なところこれだけっす。え、あんた顔光っただけやで。これ今ルパンの娘のがね、ザ・セムのコンシーラー、明るい肌色です。気になるところにペン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 。でも本当はね、気になるところにコンシーラーをつけたりファンデーションをつけたりすると、そこが余計に色素沈着して目立つようになってしまうんですね。塗る時もできるだけ肌に負担をかけないように、こんな感じでね、あんまりこすらずにねつけてあげてください。とこちらですね。あ、もうなんか今拭いたから余計汚れました。もう全然綺麗にならない。はい、スックのシアルスパウダー使っていきます。ていうかスックのさ、次のさ、コフレファンデーションセットみたいなやつ出るじゃん。ほちい、オイルパウダーが欲しいし、210番、私一番明るい色買ったんですけど、リアルで使うんだったらもうちょっと暗めの色が好きなのでセット買おうかな。そもそも1万円のファンデーションがさ入ってさ8000円ってやばくね。どういうこと。大きさが全然違いますけど。そしたら眉毛いきます。最近これにハマってて、エチュセの眉毛マスカラです。色はアッシュミルクティーみたいな一番明るい色だったと思う。これ見て、すっすごいね。短くてつけにくい。短くてつけにくいんだけど、色がいいんですね。失敗しやすいから、軽く塗ってください。すごい、眉毛がどんどん煉獄さんみたい。最近、ボサ眉が流行ってるので、まぁ、こんな感じでボサ伸ばしちゃってもいいと思うんですけど、眉毛用のブラシで、整えて、まぁ、さすがにね、ずっと煉獄さんだと、鬼滅が流行ってるとはいえ、すごい眉毛が逆立ってるなぁっていう感じになっちゃうのでね。こちらこの間ね、床に落としてぶち破って新品になりました。ケイトのアイブロウになりました。
ます。EX5。最近の Y さ、色素薄い民目指してるから、眉毛をそれで濃くしちゃダメじゃない？ニット地獄。熱っ。リップを乾かし始めたいので、Y の YouTube 界で話題を呼んだアディクションのマットリップです。しっかり、こう、つけた後乾かしてあげることが大事なんで、メイクの途中でつけちゃって乾かしてあげまーす。口紅をね、最後に仕上げる人って、ティッシュオフするのもいいんだけど、ティッシュオフするとやっぱかなりね、色取れちゃった状態で定着するようになっちゃうので、なんとなくメイクの集結点も見えやすいですし、先にリップ、おすすめです。適当にこのシャネルのハイライト、ドドルル見える10番のハイライトを使います。マスクから見えるの眉毛の下と目の下、くの字にこんな鋭角ある、みんなに見えるところが光ってればいいの。深い。それではご登場いただきましょう。 B アイドルさんです。どうぞ。B アイドルのザ・アイパレー5番、予感のアプリコートです。右下のこの練り状のとこをもう指でつけちゃいます。トムフォードのビジョネア、もう毎日メイクでは相当使ってます。一番やっぱ使ってんのはね、アイパレっすね。アイパレ左上のオレンジを、あ、もうこれ適当です。ほんと、あ、羽が生えたなーっていうぐらいをこうイメージしていただいて、外側につけて内側にも指で伸ばしていってあげてください。勝手にグラデーションになってくれます。このシャネルのアイライナーブラシですね。右上のこのブラウン、あー、なんか喋りながらやってマジ。つけた後にもう全部指でぼかして全部を破壊していく。結局マスクの蒸気とかで崩れちゃった時に、その崩れ方が分かりにくいんですよね、これやってあげると。左下のラメを、光をもっと光を、黒目を明るく見せたいので上のとこに入れてあげますね。涙袋、涙袋、おはよう。小顔をして、でこちらキャンメイクのクリーミータッチライナーの5番です。まつげの際ギリギリにちゃんと締まるんで3のビューラーです。キャンメイクのクイックラッシュカーラーのボルドーを、ほんとこれだけでもねめっちゃ色ついて明るくなってくれるんですけど、キャンメイク東京のクイックラッシュカーラーロングマスカラのブラウンを使っていきたいと思います。やっぱりさ、マスカラとかさ本当に毎日使うし、高いものをずっと使うのは気が引けるんだけど、仕上げの時にくるんってこう自分でちょっと圧をかけて、ドーリーウィンクのマイベストライナーピンク使います。目元が柔らかくでも派手に見えるっていうディオールのチークですね。ホログラム使います。これも基本はオレンジチークなんですけど、ブルーのラメが入ってるのでブルベが使えるチークですね。こう一直線に入れてあげます。シャネルのボームエサンシエールのトランスパラーなんですけど、もう見なくても言える。マスクにつきにくいし、こう練り状だからついたところで透明なんで、あとこの目頭、唇も乾いてきたのでもうこれつかないと思うんだけど、うん、全くつかないですね。けどちょっとこれだけだと乾燥するので、ディオールのマキシマイザーですね。結局私はこのベージュが使いやすいパール感のあるラメ、メイク完成です。そしたらこのダックスフントみたいになってるテンパをちょっと直していこうと思います。はーい、誰これ。白のダックスフントの耳をピンと伸ばすだけなんですけど、私みたいなこのミディアムぐらいの人でこうすぐペロンって出てきちゃうんだけど、これとさ、これって全然イメージ違うじゃん。結ぶとちょっと寂しいな、この辺がってなるとき。最近ね、この内側にピンを留めるのハマってて、この一番内側の毛がこう降りてくるところにこう後ろでピンを留めておくんですよ。結んでることじゃないんだけど、前に出てこないけど後ろにちゃんと髪が見えるみたいな。爪が最近ほんと2枚爪がやばくて、アルコール除菌しすぎる人ってこうなるらしくて、今多いんだって。女性で2枚爪になってる人、基本的にもうネイルしないようにしてるんですよ。もうあのオイルを塗り込むためにね。マニキュアは逆に補強してくれるからそんなにね悪くないらしい。マスクとか消毒とか二次災害っていうの、肌荒れとかすごい増えてきたじゃないですか。病気にならないようにさ頑張ってやってることでさ、どんどん病気になってくみたいな。何このサイクル、嫌なんですけど。ほんと無理。あとね、なんか顎ニキビっての人すごい増えたなと思って、悩んでる人も実際本当に多くて、まあ私ってもともとものすごいニキビ肌なので、顔中ニキビだらけの人だったので対策死ぬほどしてるから、まあそんなに出てはないと思うんですけど、確かに今までの顎ニキビは本当にストレスとかホルモンバランス、マスク生活を始めてから顎の周りが荒れたっていう人って皮膚科にマジで行ってください。ニキビじゃない可能性が超高いので、マスクのこの蒸れ、カビの可能性が高いんですよ。自分のね管理が悪いとかそういうことではなくて、カビが発生しやすい状況が今できてしまってるんですよね。どうしても、もちろん今いろんなことがあるからストレスでね本当に顎ニキビができてる人もいるかもしれないんだけど、ニキビの薬つけてても一生治んないから、カビだもんだって。見た目はね確かにニキビっぽいんですけど、それが後に残ったり色素沈着になったりすると、実際消そうって思うね後処理の方がね高いのよ。スキンケアってマジで
金かかる。本当にかかる。もう私はね、もう本当学生時代、アルバイトのお金を全てスキンケアに使ったと言っても過言ではないですから、炎症が起きてる状況で止めた方がいいんですよ。今、ブツブツができてますっていう状態の時に皮膚科に行って状況を見てもらった方のが、実際に治りも早くなるし、あと残りづらい治療ができると思うので、爪のトラブルも本当は皮膚科行くといいんですけど、まあ、とりあえず私は一回このオイルで自分で戦ってみて、オイルで防げるその乾燥以外にも原因がありそうだなっていうふうに思ったら、ちょっと皮膚科にかかってみようかなというふうに思ってます。はい、というわけで最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。